当たったな。あ、まだ当たった。くそくそ、ほら、はい、3、半分半、OK、OK、ねえ、ねえ、よし、はい、3本、でも3本っすね、やっぱり。あれ、これどうやって殺したんですか。まあもう3本とか3本半じゃなくて、やっぱりあのな、指4本やな、指4本が欲しいわ、やっぱり。岩村のところのチビは今下何歳？小5。上中。うちの娘18やんか。専門学校、3年生の専門学校に行ってんねんからな。なんか美容と理容となんかメイクとなんかそんなやつだな。あ、当たった。今のは高校おかげさまで。そう、なんやねん今の子、いつも。そうそう、ほんで3年生のな、あの専門学校に行くわけよ、まあ、行ってるわけよ、やめるってやめるって、パパやめていいって言った。いや、やめてもいいけど、お前も次の専門学校で金出さへんからな。うん、分かったって来年の3月でやめるって。やめるんすか。やめるって。また分からん、また美容系のさ、美容利用とかそっち。あ、当たった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 。くそ、うわー、くその形でさ、専門学校ってさ、だいたい年間授業料が120〜130万円で、教科書代が30万ぐらいするんだけど、あるいはなんかマネキンみたいなやつとかさ、なんか化粧道具とかさ、なんかそういうやつあるやん。お前もう次そっち系行くんやったらそれ使い回せよ。なんか視覚系がどうやって言ってたね。はい、まあ、そういうことか。あ、それも若い時やな。お前に言われたないわ。なんで貸すって言われなあかんねん。まあまあ貸すみたいなもんやけどな。おかま、まあ救急車の後もあるけど、おかまバイク、奈良県か和歌山から来てるバイクにおかま掘られてる、森口に。そのまま車でバックしておかま掘り返したからな。もう忘れもせえなっていうのはあのレガシーで、ほんま忘れへんもん。
もうこれで、あのな、もうこれでなかったことでって言うて、まあ長く生きてれば考え方や価値観や付き合う人間や趣味やいろいろ変わるよ。これがある意味老化という成長なんだな。今のちゃんとメモっとけよ、お前メモっとけよ。そのうち老眼になるから、お前俺のことバカにしてるけど自分だけ老眼にならへんと思ったけど、お前老眼になるからな。今食い上げてる、食い上げてる、食い上げてる、ほら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 、な、まあ、食い上げてたやろ。あ、ちっちゃ、ちっちゃ、ちっちゃ、大門っぽかったよな、ちっちゃ。ほら、これもあんまでかいんちゃう？ほら。取って。ニーシまあ、ええか、まあ、まあ、いいけど、あ